ピーファイターズガール今日もお届けしてきました。どうもありがとうございました。今日はですね、先週末に大阪で行われましたパリーグダンスフェスティバル2016-2017出演チアガールたち、ファイターズガールの力さんになりましたので、時間足りなかったよね。足りなかった。もっと喋りたかったし、もっと聞きたかったけど、ネタがまさかまさかったね。せっかくだからオンエアで話せなかったこと1個ぐらいここでネタ喋っちゃう。何がいい？なんか楽屋でりっちゃんがお箸持ってたんですよ。で、お箸の上がなんかすごいベタベタするってずっと言ってて、でも誰もそんなこと無視して何言ってんだって思ってたら、実はそのお箸をスズシーが内緒で裏を使ってて、でもスズシーは何も言わないんですよ、ね、歯ブラシ使った使った言われましたけど、実はスズシーも私の箸を貸して使ったんですよ。こんな感じでですね、はい、あの新年もですね、あのすっぴんトークをしてまいりますので、はい、皆さんこれからもお付き合いよろしくお願いします。お願いします。2016年のファイターズガールたちの一応大きなイベントっていうのは、はい、ダンスフェスティバルです、はい、ということで、2017年のメンバーも乞うご期待ということでよろしくお願いいたします。はい、ではまた来週です。さよなら。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。てなわけで、てなわけでサインをして、てなわけでサインが終わりです。あとカードにもサインしないと。あ、カードにサインをしなきゃいけない。まだ届いてないんだ。あ、じゃあちゃんと後日からもらいしない。あ、わかりました。今日めっちゃ寒いですよね。ドサンコでも寒いって言ったんですか？そう、昨日今日マジドサンコでも気持ちいいですから。そして私の開脚は今年初めぐらいに柔らかくなりました。さっきあの私は常に硬いです。私は常に柔らかいです。なんかちょうど番組が始まる前に私がキリンちゃんに体柔らかいのってちょうどそこら辺で聞いてたんですよ。で、いやめっちゃ硬いんですよっていう話をしてて、なんかすごい偶然でびっくりした。知ってんのかと思って、その話聞いてたのかなって思った。超硬いって言ってました。今年の目標は体柔らかくする。前屈してみて。いや前屈はだから普通の人よりは柔らかいんです。もう柔らかい。ガールの中で分かる。全然違う。でも柔らかい、やっぱり。次入った。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、何もなければ以上になりますけど、よろしいですか？すごい、何もこれとか、こんなとか、何もなかったらもうこれで帰りますけど、いいですか？今日何もないですか？これないですか？今日誰もいないんですか？これくらいの。青い目のうちですよ。